久保さん。今回、月収300万にしましょうか。月収300万。まあ、月収300万って聞くとね、なんかすげえなとかね、多分思う人が、まあまあ多いんじゃないかなと思うんですね。まあ、久保さんは大した、まあ、何なんも思わないかもしれないですし、僕もなんも思わないんですけど、まあ当時ね、15年前、月収100万、ネットで稼げるって見て、すげえなと思ってたんで、まあ15年前の僕だったら、月収300万ってどういうことやねって思ってました。思ってたと思うんですけど、今は別に何も思いですね。 でまあ、これはね塾、僕の塾生さんが6月の収益ですね、報告いただきまして、人生初の300万いきましたと報告いただいたんですけど、まあ、その、ね、メッセージに書いてあったのが、まあ、今日7月1日ですよ。で、先月300万いったけど、今日から7月1日です。引き続き凡時徹底して頑張りますっていうね。ね、6月300万上がってるけど、今日から凡時徹底ですよ。<laughs> どうですかね 月収300万稼げてない人が今日から凡事設定してないんですよね。今日もーん YouTube を見て、えー、明日も YouTube を見て、何も変わった変化はないと。なんかそんな世界羨ましいなって思ってるだけですよね。やることが変わらないと。やることを変えない限り収入も変わらないです。なんかね、久保さんの動画にコメントがあ,ありましたね。なんか就職活動行ってきますみたいな。 申し訳ないですけど、就職活動してたら、あのー、アッパーがあります。もちろん営業職だったらね、ある程度アッパーない部分あるかもしれないですけども、YouTube に就職すればいいんじゃないですかね。<laughs> うーん、まあ、久保さんの動画見ててコメントするんだったら、なんでその就職活動するのかなと。YouTube に就職。まあ、もちろん、未然にのね、今お金が必要だっていう部分はあるかもしれないですけど、今日 YouTube やったのかなと。 コメントを書く時間があるんだったら YouTube やればいいんじゃないかなと思いますねうんだからなんかんやっぱみんな当たり前のその今まで生きてきた現実の世界からやっぱ抜けられないんですよね今までの常識からしか抜けられないですどれだけハローワーク行ったとしても月収300万円の求人広告は絶対出てないですよハローワークじゃ これ出てます月収だから普通の、まあ、ネットの求人広告でも月収300万の広告求人広告は多分ないと思いますよでもその可能性を見出すのか見出さないのかは今までの現実に今までのなんだ概念でとどまるのか新しい概念入れて勉強してやるのかっていうただそれだけですだから凡事徹底も何を凡事徹底するのかによってやっぱ人生変わっちゃうんですよ だから絶対その、まあ、久保さんがね、歩いては月に行けないっていうね、これ名言、を使わせてもらってますけど、<laughs> その、その手段じゃあ月には行けないんですよ。だから月収100万、300万とか100万稼ぎたいんだったら、その手段を最低でも使わないといけないし、その手段を選択してポンチテッしないといけないわけですよね。うん。だからその、ハローワークで、えー、とか、それで就職活動してても、まあ、月収100万っていう300万とかね、その求人は絶対出てこないですし。 逆にあったらどうすか多分、ただハローワークの人に、こう月収300万で出てるんですけど、固定給。これ、本当すかっていう絶対疑いですよね、逆に今度。<laughs> ハローワークに出てても疑いません月収300万で、固定給で月収300万払いますと。1ヶ月目からで出てたら、絶対疑いますよね。ハローワークの人は絶対聞きますよね。これ、本当に審査通ったんですかみたいなね, <laughs> ね。ハローワークに出てても疑いますよね。<laughs> 面白いです、ね、だから自分の常識外のものはみんな受け入れられないってことですね。だから常識の中でずっと生き続けるっていうことです。いってらっしゃい。